Let's go. ジョブチューン R。 ぶっちゃけ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 。こんばんは、 TBS アナウンサー田中みな実です。この番組はあらゆるプロフェッショナルが知られざるその職業の秘密をぶっちゃける TBS テレビで放送中のジョブチューンのスピンオフ番組です。毎週ゲストをお迎えしてテレビでぶっちゃけた話はもちろん、テレビでは話しきれなかったことをぶっちゃけていただきます。今週のゲストはサッカー解説者の松木安太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、元サッカー日本代表選手であり J リーグ初代優勝監督でもある松木安太郎さんとぶっちゃけ。それでは早速参りましょう。サッカー解説者松木安太郎さんのぶっちゃけ。日本代表の試合で解説をするときは、ほとんど準備をしません。解説するとき準備必要ないんですか？生物みたいなもんですから、ですから、まあ、あの選手の名前とか番号はチェックしますけど、それ以外のことはもう一切頭の中に入れないで、なんですか、もう真っさらな気持ちでグラウンドに向かうと、そして今起きてることを伝えることができたらいいなというふうに思うんです。これはでもね、僕監督の時もそうなんですよ。監督の時もね、こういうことあったんですよ。前の日にメンバー決めてね、次の日朝起きたらそのメンバーがベッドから降りて落ちて膝痛めたんでできないっていうシーンがあったんですよ。そうなんですか。いや、これ冗談みたいな話なんですけど、本当にそういうことあって。本当に。だからやっぱり何が起きるかわからないですから、やっぱり何が起きてもいいような準備だけはしておかなきゃいけないということは、やっぱりその直前というか、そこのディスゲームというか、もうここで起きてることをどうやって見て、それに対して判断をしていくかというところ、なかなか語らせるといいでしょう。いや、じゃあその過去の実績とか、ね、相手選手の癖とか、はい、この人がこういうところに注意した方がいいとか、そういうことは一切、そういうデータは松木さん持ってらっしゃらない、よくアナウンサーなんか結構資料をたくさん作るじゃないですか。そうですね、スポーツの先輩はすごい資料いっぱい持ってってますよね。でやっぱりこう素が開かないように、こう言葉がずっと続いてるようにこうデータを持ってるじゃないですか、ですからやっぱりそこはやっぱアナウンサーの素晴らしい、このアナウンサーがまあ補助してくれるということ、まあ、それ以外のところかなと僕は思ってるんですけどね、でそんな松木さんの解説は、応援解説とも言われているそうで、違うとか。あ、そうですね、見ててそうじゃないですか。いや、私はサッカー全然詳しくないので、松木さんの解説を聞いてると、分かりやすいというか、今は危ないとことか分かるでしょ、はい、でこれいいプレーとか分かるでしょ、はい、いいとか言う、はい、でサッカーってスピード速いじゃないですか、だからこういろんな言葉使ってるうちにそのシーンが終わっちゃうわけですよ。これじゃなんともないんで、だからパパンとこう言わなきゃいけないときもある。で、まあ、僕が長年20年間この解説をやって、やっと自分のものにしたのがこの一瞬で分かる方法。いけーとかね、いけーとかよく言ってらっしゃいますよね、ゴーとかね、ストップとかね、画面に出てくるところをこう一緒にこう共有してね、こう見ていける、でなんか お互いが楽しめるっていうのは、これはもうやっぱプロの競技としてはやっぱり見る楽しさというのもやっぱ分かっていただきたいってところありますね、その辺だと思いますよね。で、松木さんは、はい、日本代表選手の中で、J リーグの初代優勝監督だったことを知らない選手もいると。あ、今はね、21年前ですから、まあ、香川選手にしたって柿谷選手なんて今若い選手いますけど、彼らなんか23歳でしょ今ですね。世代は変わったっていうことじゃないでしょうかね。あ、なんか監督としての松木さんも見てみたいです。あ、そうですか。私は全然監督時代を知らないので、うちの娘と同じぐらいですもんね、年代が、はい、やりたいですよ。やめたわけじゃないから、なんかそういう話すると声だけしか聞いてない人が、あ、相当年寄りだなと思われるから、そんなことないですよ。その話やめましょうよ。そんなことないです、ね、もうちょっとこう若い話とか、あと、あのワールドカップが6月に、ありますけれども、いよいよですよ、いよいよ、ね、日本グループ C に決まりまして、もう C のグループだからね。でも C で勝ち上がったとしても、D のグループはもうどこが勝ち上がってきても強いわけですもんね。そうなんですよ。だから D グループがね、なん
と言います。さすが資料を持ってらっしゃるんですね。イタリア、イングランド、コスタリカ、ウルグアイ、すごいですよ。イタリアも優勝経験ある、イングランドも優勝経験、まあ、1回ですけどね、ウルグアイもまあこの優勝を狙えるという、ね、日本ベストどこまでいけますか。これ僕に聞かないでくださいよ。いやいや、だって松木さん解説者だから一応予想を。解説者は予想屋じゃないから。予想されないんですか。予想は予想って僕いつも言ってるから。あ、そう、はい、親父ギャグ。いやいや、いいんですけど。コロンビア、ギリシャ、コートジボワール、日本だと、まあ、コロンビアは結構いいチームだなということが言いますよ、ね、手強い、手強い、何勝何敗、負けなしが一番いい。だ、1勝2引き分け、1勝2引き分け最低。絶対僕どのゲームも日本とのゲームはいいゲームになると。待ち遠しいですね。待ち遠しい。あの、私本当にサッカー本当に詳しくないんですけど、ええ、こうやって松木さんと予想したりとかしてると楽しいです、はい、あ、そうですか、はい、じゃあもっといろいろ予想しますか。そうですね、あの、とりあえずこのラジオは一旦、あ、もう終わっちゃうんですね。そうですね、じゃあ予想しなきゃこの後ね。松木さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。本日のゲストはサッカー解説者松木安太郎さんでした。エンディングのお時間となりました。ここでジョブチューン情報です。今夜7時から TBS テレビでジョブチューンプロフェッショナル男女ペア2時間スペシャルをお送りします。メジャーリーガー上原浩二さんはチームメイトと、私の口からは言えないような変なゲームをして仲良くなったと衝撃のぶっちゃけを披露。さらに女子プロ野球の川端由紀さんと佐藤あやみさんは試合後に行われる驚きのファンサービスをぶっちゃけ。他にも舞台俳優の古田新太さんと高畑敦子さん、国会議員の平沢勝栄さんと三原淳子さんなど超一流のプロフェッショナルが職業の秘密をぶっちゃけます。どうぞお楽しみに。 TBS アナウンサー田中みな実でした。それでは来週もぶっちゃけ。